開いてイオンジェゴール前、変化をつけましたが入っていった福本か久保田に当たりましたかね。イオンジェ、もう一度このシーンです。ここうまく外しました。久保田にというところでしたよね。ゴール前ペリケ、同点に追いつきました。イオンジェの同点ゴールで1対1に追いつきました。ヴェルディはまた追いつかれました。ちょっとヴェルディは抗議をしていますが、もう一度そのシーンです。ここでヘディング、このコーナーキックからですが、選手が顔を押えているようなことをアピールしてたんですよね。ヨウジ選手にはファウルはなさそうですけども、そうですね、まだヴェルディの選手は